はい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで、トレジャー写真のやつ、これが妖魔界のやつなんかないんかなと思ったんやけど、多分ね、これ妖魔界のやつよね。周り桜咲いてるし、なんか手前のあの電車みたいなやつとタコのあれがちょっとよくわからんねえけど、ん？あれか？あれじゃない？オクトパスポット？あれやん。え、どこの部分だ？前？電車は一体どこに？ちょっとよくわからないんだけど。ちょっとよくわからないんだけど。あ、もしかして、ん？あ、ほら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 。これや。電車ある？ここ。ないよね。そういうことではないから別に。そういうことではなく、とりあえずここやろ。で、ここの？どこ？この辺？この辺になんか、え、ないんですけど。え、何にもないんですけど。何？どのあたりにあるの？下？なんか降りていかんといかんとかそういう感じかな。え、てか、どの方向？こっちの方向か。じゃ、もう一回。多分この一個だけやと思うよ、妖魔界、今のところ。なんか足の部分。この下かな？あっこ？あの辺。ちょっと待って、どうやって降りていく？あ、ここから降りていけるか。ちょっと待ってね、とりあえず。ここから降りて、あっこの部分っていけるところ？いけるの？あれ。出ていくの？あれ。こっちから渡っていく感じかな。とりあえずちょっと、上がっていきまして。あ、ここから渡っていけるのか？いけるのか？いけんくね？いける？あ、三つ股マーク。ちょ、待って。三つ股マークや、ほら。イエーイ、こんなところでも三つ股マークゲット。三つ股マークナンバー081、屋根上のミッチー、やったー。しかも上まで上がってきてくれるんや。ヨーグルト2個、やったやん。びっくりした、あんなところにも妖怪おった。待って、 あっちにはどうやって渡っていくんやろ。ここから行ける？はっ、あ、降りれん。マジで降りれんやん。感じ。あ、でもあっこ、詰まって。ってことは、行く場所が違うということか。別の場所から降りていけるということよね。どこだ？こっち側か？あ、この辺りじゃないかな、多分。多分、この辺に。下くぐれる？あ、くぐれる、くぐれる。ん、この壁沿いにないの？ウィスハンマー、何それ、かわいい。こっち側は？あ、なんか、陽気汚染が。今、陽気汚染あったよな、ここ。ん？あ、あったあったあった。はい、陽気汚染、ひっぺがします。あぶねえ、あぶねえ、あぶねえ。ちょっと待って、ちょっと待って、待って。引きずり込まれる。あ、中で戦闘？おー、いたよー。キュンシーとノガッパたちが。あー、つらい。フラフラだわ。めちゃくちゃフラフラだわ。ちょっと待って。メラメライオン、シャドウサイド。からの？メラメラシシゴケミ。威力がめちゃくちゃ小さい段階でやってしまった。そしてジャーボー、ジャーボー、サドンナシ。はい、みんな変化ヒール。 OK。 はい、ここで大ジャイアンフェスティバルをしたかったんだけど、ほい、OK。 あ、フェスティバルできんかったわ。
で、金買ったわ、全然。お、いいお金じゃねえか。さあ、これで容器汚染はとりあえず、OK。待ってね。この辺のどっかに、あるはずやろ。あ、何かある。これは、来たー。トレジャーボックスを発見した。ヨキシマムボットを10個手に入れた。やったー、これで2個目。ふー。ってことで、あとは高城邸まで飛んだんでいいかな。雲外峡。よし、飛べるっぽい。過去の高城邸、ワープします。はい、来たー。でね、高城邸の中にもあったはずなんよ。多分階段のところやと思うんやけど、ね、このトレジャー写真の、これ?これがね、どう見てもお金持ちの家の階段か廊下か、に飾られてあるたくさんの写真やと思うんやけど、階段じゃないのかな?とりあえずこの階段部分にはない。どこやろう?ここ。人んちのものを。凄腕の刀。人んちのものを盗んでいく。階段部分ではないかもしれんね。とりあえず、いろいろと見ていくしかが。この辺ではない。ああいうものに、ナビワンは反応をしてくれないのか。していただきたいんだけど。てか、その、分のどこにあるんかというのもちょっとよくわからないんだけど。ないぞ。一階の別の部屋とかそういう感じかな。あ、ここじゃない?多分そうよ。何かある。これは、ほら。トレジャーボックスを発見した。身代わり人形を30個手に入れた。すごいね、なんか、トレジャーボックスかなんか知らんけど、量がすごい。はい、これで、やったー。これで3つ目のトレジャーボックス。ふう、いい感じだわ。はい、そしてやっと。あ、妖怪ウォッチのランクも上げてきたし、これで英武武道会に出場資格はバッチリだな。大会までもうすぐだし、今日はそろそろ休んでおっか。休もう。ウスタのやつ、俺たちが武道会に出るって聞いて、ごちそうを作るとか言ってたな。ウスタの愛情スペシャルディナーだったさ。いっぱい食って力つけてこうで。へへ。なんか女の子たち楽しそう。満腹だ。閻魔舞踏会に向けて、記憶がもりもり湧いてきたね。ハリア君は食べないの?ありがとうございます。ご満足いただけたようで、ウスタも感激です。それではそろそろお休みになりますか?お坊ちゃまたちとお嬢様たち、それぞれにお部屋をご用意しましたので。ありがとう!ふみちゃん、タイちゃん、一緒に寝よう。みんなと一緒に寝るのってなんかドキドキするかも。うん、眠くなるまでいろいろおしゃべりしようね。すごいね。過去、現代、未来の人たちが、一斉に。あ。俺たちも早く寝ようぜ。ハリアは、あ、気づいた?ん?どうしたの、トーマ?いや。坂見くん、どこ行ったんだろう?そういえば、ご飯食べに来なかったね。なんか遠慮してたのかな。妖怪やけん、平気とか食べんでも。うん。僕、ちょっと外を探してくる。みんなは先に休んでて。たく何してんだろうな。もう遅いし、外出るなら気をつけてな。ありがとう。行ってくるよ。主典童子がメンバーから外れてしばらくバトルに参加できなくなぜ?どうした?よし。操作バトンタッチ。お、トーマになった。高城邸に外に出てハリアを探そう。外は一体どこかしら?こっち?あ、外ね。はい。
はるやくん。あ、そっち？ありがとう、導いてくれて。お、なんか裏庭におるっぽいね。何してんだ？人んちの裏庭で。いたいたいた。え？何剣浮かしてんの？ふふ。坂見くん。ここにいたんだ。月並み東馬か。ねえ。それ、アシュラゴーエンマルだよね。ああ、洞穴のな。ああ、洞穴が使いよったんや。空泣きを蘇らせる鍵だったとは皮肉なものだ。うん。でも、エンマ舞踏会に行けば空泣きを倒す手がかりがつかめるかもしれない。これから何が起きるかわからないけど、力を合わせて空泣きに立ち向かおう。おい。お前の力を頼るつもりはない。いざとなったら俺がこの剣で、剣魔人アシュラを呼べばいいんだからな。うっ。坂見くんが剣舞魔人を呼び出せるん？ふん。何を驚いている。お前にできて俺にできない理由はない。そういうもん？いけるの？ふん。この鬼族の肉体と血を妖精剣に捧げれば、俺の身にもアシュラが憑依するのだ。お前がウォッチに妖精剣を刺すのと同じ仕組みさ。だが憑依の力はさらに強くなる。あ、そっか。トーマもあれよね。鬼の手やけん。鬼の力なんか。血と肉を捧げ、限界を超えた力で、俺はサラナキを倒す。それやったらもう確かに鬼族の方が強いんか。よせ！そんなことをしたら、君だって無事じゃ済まないはずだ。俺は？俺の体ならどうなってもいい。姫を裏切った俺の罪は、この命でしか償えないんだからな。ふざけるな！自分の命を捨ててもいいっていうのか。そんなこと夏目は望まない。起点同時。君は間違っている。君がどうしてもアシュラを憑依するつもりなら、僕は全力で君を止める。許さない。君の命をそんなことには使わせない。ならばこの剣をかけて勝負だ。マジで。え、戦闘？二人で。我は四天童子。古の鬼族の血を継ぐ悪鬼なり。さあ、お前の格好を見せてみろ。うわ、来たー。王子が現れた。うわー、バトルか。あ、でもちゃんと妖怪たちおるんや。頑張ろうね。よかったよかった、頑張ろう。俺とお前どちらがアシュラゴーエンマルを持つべきか、この戦いで決めてやる。脅威召喚。あっちは何系？ちょっとわからんけど、とりあえず冷蔵画王戦。なるほど、連続ね。ティー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 ティ
みんなまだ必殺技たまらんの。ためてためて、ちゃんと。あ、でもすぐにやっつけれそうね。鬼の力を。鬼の手。最後ジャーボーがやっつけるし。これで終わりだ、坂見くん。少しはやるじゃないか。だが、まだまだ。俺は言ったはずだ。俺は全てを捧げ、罪を償うと。何？止められないのか。我が血、我が体を捧げ、アシュラをここに降臨せん、呼ぶの？脅威！剣舞魔人！え？アシュラ！我に力を！マジで？周りの雪が溶けそう、この炎で。うわ、憑依した。いい位置だね。何、どういう状態。鬼族のあんちゃんが俺を呼ぶとはな。自分の血を使うとは無茶をしやがる。なんか顔すげえ低い位置にない。あなたは、あ、そういう状態か。
おう、お初にお目にかかるね。俺がアシュラ・ゴーエン丸の剣魔人、アシュラだ。これがあいつの決意と覚悟か。いいぜ、受け止めてやる。え、どうなったん、四天王女。俺が万人よ。妖精剣を携えし者よ。この剣魔人アシュラに力を示せ。お前さんに資格があるならば、俺を乗り越え、その手に掴んでみやがれ。坂見くん、まさか君は。さあ、剣を構えな。ガチコーン消しの格好、無駄にするんじゃねえぜ。坂見くん、君の格好、受け止める。何、どういうこと、どういうこと。紀元万丈の覇人、アシュラ。どういう覚悟？アシュラ！ちょっとよくわからないんだけど。頑張ろうね。いいね。いいじゃねえの、この体。力がみなぎってくるぜ。お前さんも覚悟は決まったか？どっからでもかかってきな。あれかな？このアシュラと一心同体になって、その戦いを頑張っていくとか、そういう覚悟ってこと？メラメラインをシャドウサイド。メラメラ獅子合剣。ちょうどいい場所にやってきてくれた。ジャーボーがそろそろいけそうな感じが、いきゃーきゃー、怖い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 。はい、ジャーボーグレートカップ。そして、大ジャイアンフェスティバル。はぁ、OK。水流が次あたりいけそうな感じがする。あ、やばい。危ない危ない。トリプルウォーター。大波の術。届いてなくね。届いてないですよね。こい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 、大波の術。火はあまり効かない。水が効くってことよね、きっと。シャドウサイド、神なるタイガー。おお、いいねいいね。水で最後とどめを。ミッションコンプリート。かっけー。これで四天王子は戻ってくるの？お前の力、見せてもらったぜ。月並みトーマ、俺はお前を新たな力の使い手と認める。あ！我が力の封印を解き放つ真の使い手にやらさん。いでよ、アシュラ・ゴーエン丸。どうなん、四天王子はもうここと一体化してしまったの？ご覧になったんかな。アシュラ・ゴーエン丸は僕が受け継ぐ。ありがとう、坂見くん。ほら、もう出てこんっぽい感じやん。アシュラ・ゴーエン丸を手に入れた。剣舞魔人、アシュラを憑依召喚できるようになった。んじゃ、よろしくな。鬼族のあんちゃんにもよろしくな。あ、ってことは、戻ってくる。おぉ。あれは？坂見くん！あの、秋のりくんは、死に損ねたか、俺は。なんて無茶をしたんだ、君は。アシュラの力をお前にするには、これしか方法がなかったからな。その剣を使いこなしてみせろ、月並みトーマ。わざとか。俺の憑依召喚を打ち破ったお前ならば、アシュラの力を極限まで高められるはずだ。さあ、俺の役目はこれで。立てよ、坂見くん。悪いけど、ここでお前はおしまいだ、なんて僕は絶対に言わない。ねえ。姫を守るんだろ？もっと強くなって、一緒に夏目守ろう。でももうボロボロじゃない？大丈夫？当然だ。お前に命令されるまでもない。お、元気そう。よかった。ふぅ、気持ちのいい朝だぜ。朝ごはんも腹いっぱい食ったし、準備万端だな。しかしお前らもいろいろあったんだな。未来のエンマ様がいなくなっちゃうなんて、私たちも何とかする方法を探すからね。あ、いろいろ経緯を話したんやね。ありがとう、みんな。ああ。世界も守って、みんなの魂も助けるか。こいつは忙しくなりそうだな。
力を合わせればなんとかなる。みんなで一緒に頑張りましょう。よし。そんじゃそろそろ閻魔舞踏会に向かうとしようぜ。ディスクはもらえなかったの。ハリアが来てないな。お？やれやれ。昨日俺たちの部屋にも来なかったもんな。どこで何してるんだか。おお、びっくりした。なんだこいつ。あ、そっか、正体の方見てないんか。お前らに呼ばれて出てやったのだ。少しはありがたく思え。ちょっと坂見くん、急に出てきたらみんなびっくりするでしょ。何？こいつが坂見ハリア？どう見ても妖怪だろ。申し訳ございません、姫。今後参上するときにはくれぐれも気をつけます。はぁ、あ、本当にハリアなのかよ。とにかくみんな揃ったし、そろそろ行こっか。お前らのペースに付き合う気はないが、力が必要なら勝手に呼びな。変な坂見くん。けど元気になったみたいだし、よかったかな。いつでも呼びなってことは友達妖怪になったってことか。なあ、トーマ。昨日はあいつ何話したんだ？別に特別なことは何にも。一緒に頑張ろうって話しただけさ。さあ、僕らも閻魔舞踏会に急ごう。四天王寺がメンバーに戻ってきた。おお。ケイタたちと合流した。まあ、でもあれか。絶対勝って帰ってくるからな。留守は頼んだぞ、ウスタ。よし。さあ、閻魔舞踏会の会場、目指して出発。なんかこう、常に表に出てるわけではなくなったってことか、四天王寺。閻魔舞踏会の会場に行こう、ウォッチランク A で出場可能。うん、条件は満たしている。ほい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。さあってことでまあなんかね、いざこざあったけどとりあえず仲直りもできたみたいやし、仲間として使える、まあ一緒に戦ってくれるみたいやし、よかったよかった。